ちは、嫁です。最近なんか、ネットを見てたら、ネット見てたらっていうかちょっとエゴさんっぽいことしてたら、なんかチャンネル隊長嫁で私のことがまとめられてて、そのまとめサイトを読んだんだけど、内容がすごいガバガバすぎてちょっとツッコミどころが多すぎるんで、まとめるならもうちょっと本気でやってほしいと思いました。はい、で今日はなんだっけこれ、スピーカー、ポータブルワイヤレススピーカーXサウンド5 っていうトリビット、トライビット、なんかどこでも使えるっていうスピーカーを紹介します。ウォータープルーフ、防水、シャワーぐらいだったら耐えれるっぽい。いや、今からこのスピーカーを濡らしたいと思います。ちなみにここで再生中ですね。いい音ですね。いきますよ。ちょっと怖いんだけど、これ壊したくないんだけど、大丈夫かな。 LED ですかこれ。いきます。ちょっと怖い。大丈夫これ。あ、かっこいい。結構思いっきりいったね。ねえ、大丈夫だよ全然。すげえ。全然大丈夫。すごい。全然余裕です。ほんとね、今一番欲しいバイトないの。すごいな。もうどうなる気で。ロングバッテリーライフ。充電長持ち。スピーカーフォン。スピーカーフォンって何？わかんない。説明しよう。スピーカーフォンとは、スピーカーと集音マイクを内蔵し、受話器を持たなくても通話ができるようになっている電話機のことである。スピーカーフォンの機能を利用すれば、受話器を持つ必要がなく、他の作業をしながら電話ができる、複数人数で通話を聞くことができるといった利点がある。はい、スピーカーフォンについてですね、ちょっと今からやってみようと思います。電話が鳴ったら、ここのボタンで受け取ることができて、で、マイクで音を取ってスマホ電話できるらしいんで、すごいですよね。結構僕携帯とか家のいろんな場所にやっちゃってすぐなくしちゃうんで、これありがたいですね。じゃあ電話の方お願いします。はい。お、あ、すごいですね。 LINE の音がこっからしますよ。じゃあいきます。あ、着いた。こんにちは。あ、聞こえてる。本当に？うん。これすごいな。うん。マジで？マジで。ちゃんと聞こえてる？え？いや、ちゃんと音聞こえてる？あ、聞こえるよ。音質悪くない？大丈夫？うん。すごいな。すげえな。どれぐらい話してもこれ聞こえる？普通に電話できる。普通に電話できますね。すごいな。これすげえぞ。これすげえぞ。スパリアを…なんて読むのこれ。スペリオ…スペリオール、スペリオールサウンド、いい音らしいです。ここはなんかボタンが押せるように。何？ドゥドゥデデンデデドゥドゥン、ついたよ、消したよ、積んだわ、全部英語だわ。日本語あった。24時間音楽聴けるらしいよ。5時間フルマックスで充電して、重量 380g なんで、小麦粉1袋より軽い。あ、やめ、野獣先輩インタビューみたいになってましたけど違うの。まあいろいろあるけど使ってみよう。はい、 Bluetooth。 はい、
これ俺の画面割れてるからね、恥ずかしいのよね。恥ずかしい。あ、間違えた。こっちも Bluetooth オンにして、え、なんか任天堂みたいな音したね。で、なんか出る、あ、出た X サウンド GO が出た、出た。で、今選択、今ね、あ、ついた、ついた、ついた。この前あげた動画を再生するよ。こういうの使えばうちの募集にも人増えるんですかね。すごい。え、結構なんかテレビぐらいの音質っていうか。隊長です。おお。あ、いい音。いい音。え、音いいね。いい音。音を結構してもバキバキしない音。いや、インディアン値段的にも3000円しないからね。安っ。お世話になります。値段も最高。いかがでしたでしょうか。結構音はすごい良くて軽くてどこにでも置けるサイズ感、強しよりもちっちゃいんで、ほんとね、どこでも置けるサイズだと思います。すごい使い勝手はいいと思います。よかったら、あの、下記の Amazon リンクから購入ください。あとチャンネル登録もお願いします。強しっていうのなんかメンヘラ感半端ないです。え、強し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 かわいい。メンヘラとか言うんじゃねえよ。すいません。またガバガバまとめにムーカはメンヘラって書かれちゃうでしょ。ダメだよ、そういうことを軽率に言っちゃ。はい、すいませんでした。ね、はい、以後気をつけるように。気をつけます。はい、じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。